はい。新年明けましておめでとうございます。国原です。今日はですね、2022年のビジョンについてお話ししてみたいと思います。えー、自己紹介については、まあ、このね、あのー、グラフというか、図表というかね、あの、見てもらえれたらと思います。えー、そもそもの思いのところからなんですけれども、なんで私が活動しているかっていうとですね、まあ、日本を、まあ、日本を晴らすということですね。 日本がですね、失われた30年というふうに言われていて、まあ幸せを感じにくい人が増えていると。で、この原因っていうのは3つあると思ってるんですね。え1つがアメリカに追いつき追い越せのストーリーの限界。まあ、簡単に言うと国家ビジョンを示す人が誰もいないっていうことですね。で3つ目が、あ2つ目がえ共同体が崩壊しつつあるっていうことですね。昔はね、まあ会社なり村なり、えー、支え合って生きていたんだけど、それがね、あのー、いつの間にか壊れつつあると。 え、三つ目が、えー、考える力だったり、自らのルーツを尊重する姿勢っていうのが弱まったっていうことですね。えー、この三つがあると思ってるんですが、じゃあどうしたらいいのかっていうところで言うと、まあ新たな国家ビジョンとしてですね、えー、一つ寄ってたくつところは、えー、自然と調和した生き方、豊かさっていうね、えー、こういうまあ古くからある日本のこの文化、スタイルですよね。これを本当に見直して、えー、そしてまた、 スタイルとしししててて確立してで世界に発信していくとまあそれを通じてですねあの、まあ、あ付加価値を高めていく、えー、付加価値の高い商品サービスを、えーまあ、世界に発信していくっていうことかなというふうに思ってます。で2つ目の安心していられる共同体の再構築ですがこれは、えー、価値観をね共有する地域コミュニティっていうのを作っていくのがあの解決の糸口かなというふうに思ってます。 で、三つ目の、あの、自分のルーツを尊ぶ心とか、自分で考える力っていうのは、まあ、これはもうやっぱ教育なので、まあ、ちゃんとした教育を行っていくっていうことですね。はい。じゃあなんでね、あの、ここ、高知、えー、っていうところで活動しているのかっていう疑問があると思うんですけれども、これはですね、あの、自然豊かな場所でこそ、あの、そういう、 自分を生きるためとかですね、そういう感性っていうのを磨くのにふさわしいと思ってるからなんですね。そういう場所でこそですね、日本再生の起点になると、まあ、自然と調和したスタイルっていうのを築くっていうのもそうです。はい。なので、そのためにですね、まあ、土佐を自然と調和しながらも経済的に豊かになったロールモデル、 として確立することによって、まあ、日本再生の規定にすると、えー、いうことを意識して動いているわけですでそのじゃあ土佐をねあの自然と調和しながらも経済的に豊かになる、えー、っていうふうに言うわけなんですけどじゃあどう何がポイントになるかっていうと、まあ、3つあるかなと思ってます、えー、1つ目が地産外ですねやっぱりあの高く売ってくれるところをしっかり見つけて、えー、売っていくっていうことですね で、二つ目は投資。これは、えー、まあ日本は本当に投資教育やらないんですけれども、しっかり、あの、小さい頃からですね、これに馴染む、そして自分の資産を作っていく、運用して増やしていくっていうね、えー、感覚を持つっていうところが大事かと思ってます。 で、三つ目が起業ですね。まあ、これは全ての人が起業しなくてもいいんですけれども、あの、そういうマインドセットを持っておいてほしいっていうことが多いですね。はい。あの、やっぱり、えー、絶えずね、うん、チャレンジしていくっていう姿勢が、まあ、ハングリー精神ですね。えー、すごい大事。で、その時に、まあ、今はその、ハングリーになる理由というか、モデルというか、そういうのを見出しにくい。 時代なんだと思うんですね。それをそういう姿を大人が見せていると思うので、まあ、子どもたちにはそういうそれとは違う姿な顔を見せていくということですね。で、まあそれら3つのですね、基礎を作る教育っていうのをね、あのまあこれが自然の中での体感覚だったり、夢だったり、信念だったり、あるいは自然と調和して生きることのね、あのまああり方だったりするんですけれども。 そういったことを意識して、あの、今まで、えー、この高知に移住してからの1年半動いてきました。えー、2021年末までの具体的な活動としてはですね、まあ、あの、教育投資、教育、教養っていう分野に関しては、 まあ、屋はりまやわは商店街であの金曜市っていう形でですね、まあ、新しい商品を作って販売するっていうこともやってきましたし、えー、子ども食堂さんでですねあのご好意があって、まあ、親子で考えるお金のセミナーっていうことで、えー、スタートしたっていうのもあります。 でまたあの播磨山ス商店街で夜学会というのをやられている方がいるんですが、まあ、そこでですねまあそのこの日本の新しいビジョンとかそういう深いお話をさせていただいたりもしています、えー、一方ですねまあ路上ライブっていうまあアートっていうことの大切さっていうのをね、あのー、思っていますのでまあ路上ライブをやったり あるいはその自然の中での体験、のびのびと遊ぶ体験ということで、えー、毎月第3日曜日にはハタカツピクニックっていうのを土佐市高岡の有機農園、自分たちで作った有機農園で、えー、開催しています。まあ美味しく楽しくっていう形ですね。まあそんなことをですね、まあまとめると高知にダッシュな村を作ろうっていうキャンプファイヤー公認コミュニティのハリー村っていうのをまあ運営しているわけなんですけれども、 うんまあ、今年はですね、まあいよいよ本題なんですけど、2022年、えー、実現したいこととしてはですね、まあそれらの全てを統合したあ村の学校っていうのを、まあ、形にしたいなというふうに思ってます。まあ名付けてですね、アントレビレッジ構想っていうふうに名付けたんですけど、まあ自然を体感してリフレッシュでき、学べて楽しい、まあアー,スアーティスティックでエコで、えー、ダッシュな村っていうことでね、あのー、こういうのをね、あのー、まあ あ東京とか大阪とか海外からこう、まあ、起業家だったり経営者だったり大人面白い大人を、ね、呼んで、えーまああまあ、滞在してもらうと、まあ、これは当然あの有,有料のサービスになると思うんですけれども、えー、その場所自体その新しい村づくりの、ね、活動あるいは場所自体が、まあ、青少年が、ね、あの自分の人生の作り方だったり視野を広げる。 あるいはテーマ、自分の人生のテーマを見つける、あるいは世界に貢献するテーマを見つけたり、まあ、それに必要なスキルをね、あのー、まあ、見て、学び、ま、招び取ることができるような場所に、えー、なっていればな、というふうに思っています、えー。その結果ですね、あのー、まあ、人にも自然にも優しい社会、経済、システムへの転換をリードする、まあ、人材を排出する場に、えー、なっていけばという,う思いがあります。 で、えっ、ー、と、まあ、そこではですね、まあ、大体こんな感じで、まあ、原則として3つ、まあ、夢を応援されその気になれる、えー、自分の枠が広がる、えー、勉強ではなく学びがあるということで、まあ、旧ジャンル、うん、まあ遊び、えー、心就身、えー、食育レストラン、脳、えー、狩猟、えー、未病体、資産形成、えー、それから歴史と哲学、異文化体験、企業表現、 この旧ジャンルをですね、まあ、あのー、まあ、マ、ま、ネ、あ、ビ取れるというか、実践できるというか、まあ、そういう場になれば、というふうに思っております。まあ、そのためのね、えー、具体的な人物かね、こんなところも、まあ、自分の、その自分の意識のステージを上げて、えー、臨んでいきたいなというふうに思ってますので、また、2022年もですね、えー、コーチの皆様、それから、 えー、東京、関西、あのー、まあ、日本の、あるいは世界の皆様、えー、どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、以上、えー、今日はですね、2022年の、あのー、僕のビジョンを語ってみました。ありがとうございます。それでは皆さん、えー、良い一日をお過ごしください。さよなら。